皆さん、こんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。早速ですが、グラブル実況パート10をやっていきます。前回言ってた通り、無料の70連ガチャの結果になります。せっかく昼間に時間取れそうで、グラブルやろうとしたらメンテだったので編集します。今回は特に重要なことでもないので、編集を後回しにしてたからちょうどいいかもな。うん、さっくり行きましょうね。重要ではない、後回しってことはお察しっぽい。黄色からの虹来てますね。これは幸先がいいですよ。ああ、ついに出てしまったか。使い道に困るのが来ちゃったね。まあ、何も出ないよりはいいでしょ。ニューの文字が悲しいぜ。んじゃ、次ですねー。終了のお知らせ。シャドバのゴーレム来たけど、活性効果ってなんだっけ？一応レジェフェスなんですよね、これ。多分そうだと思います。いやー、本当に無料分でよかったね。課金で30連してこれだと、異常に虚しいですからね。SS レアが出るまで引く、そして爆死のパターンが王道です。気をつけましょう。ゴミからのゴミ。ここまでが一応レジェフェスでした。2倍とは一体。去年の70連はリミテッドオイゲン、ロゼッタ出たから、やっぱり偏りますねー。次からは属性ピックアップになります。まずは、非属性から、アンスリアが気になります。久しぶりの虹スター。並び的に被りっぽいですね。というかなんというか、ムーン美味しいです。土のキャラが揃ってないので、水は飛ばして土に買い行きましょう。平常時だとそもそも虹出る気がしないよね。30連して1個出るかなって感じだしな。無料分なので全然いいけどね。はい、お疲れ様でした。サタンとゴールドムーン1個という残念な結果でした。最近は石とか地形ひたすら貯めてます。正月から貯めて天井の半分くらいは貯まったので、いつか天井放したいです。最近エッケザックスを必死で集めてるので、そのうちヒパも取り上げたいですね。それでは、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。